1990年代前半に活躍したバンド、J-Walk。少し年配の方はもちろんですが、今の若い世代の方でも J-Walk の名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。そんな J-Walk のプロフィールとその後を紹介させていただきます。J-Walk はミュージシャンの柳ジョージさんのバックバンドを務めていたメンバーに、函館のライブハウスで活動していた中村浩一さんが加わって、6名で1980年9月に結成されました。結成時のバンド名は J-Walk でした。ちなみにバンド名は、横断禁止無視を意味する英語のスラング、J-Walking から来ているそうです。メンバーはボーカル中村浩一さん、ギター友久光康さん、ギター近藤慶三さん、ベース長嶋進さん、キーボード杉田博さん、ドラムス田切純一さん。1981年6月にシングル Just Because とアルバム J-Walk でデビューします。楽曲にはボーカルの中村浩一さんの柳ジョージさんへの傾倒が強く反映されていました。デビュー以降はコンスタントにシングル、アルバムをリリースしますが、売り上げに関してはオリコン何位とか出ない程度だったといいます。1987年1月に近藤慶三さんと長嶋進さんが脱退し、ベース中内助六さんとドラムス清水達也さんが加入します。1991年7月に後に代表曲となる18枚目のシングル「何も言えなくて夏」をリリース。同曲がヒットしたのは発売から約1年後の1992年から1993年にかけてでした。1992年夏頃から徐々に売り上げを伸ばし、1993年1月11日付のオリコンで10位にランクインし、発売以来初のトップ10入りを果たします。最高位の7位はその2週後と3週後に記録します。この曲で1993年の第44回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。さらに2005年放送のテレビドラマ大人の夏休み第4話の主題歌として使用されたり、数多くの邦楽コンピレーションアルバム、通販 CD に収録されました。1992年7月に中内助六さんが脱退しますが、1993年10月に再加入します。その後も J-Walk は君にいてほしい、心の鐘を叩いてくれなど数々の名曲をリリースします。そんな J-Walk の歌には渋みや苦味といった大人の感情が織り込まれているのが特徴です。その作風はデビューの段階ですでに姿を見せており、常にメンバーの誰かがヒゲを蓄えていたことでアダルトなイメージがありました。1993年に初のアリーナツアーを実現するなど活動の全盛期を迎えます。1995年2月にバンド名を J-Walk から J-Walk に改名しました。同年12月に清水達也さんが脱退します。1998年1月に中川健太郎さんが加入し、中村浩一さんとツートップでボーカルを担当します。これにより J-Walk の新しい魅力が発揮されました。しかし2005年12月に中川健太郎さんは脱退してしまいます。2008年5月にギター浅川雅照さんが加入します。何も言えなくて夏の大ヒットから15年後の2008年、アンサーソングであるもう一度がリリースされました。何も言えなくて夏で彼女から別れを告げられて離れ離れになった2人はもう一度で駅で再会します。人混みをかき分けて優しく駆け寄ってくれた彼女に主人公がやっぱりまだ好きだと確信するのです。淡く柔らかい中村浩一さんのボーカルから女性への感謝と愛情が伝わってくる楽曲でした。しかしラストはもう一度恋をしてもいいと言ってくれと歌っており、それから2人がどうなったかはわからないままとなっています。2010年は J-Walk のメジャーデビュー30周年の大きな節目でしたが、中村浩一さんの不祥事を受け、5月から予定していた記念全国ツアーをはじめ、ライブやイベントは全部中止となり、CD もショップから撤去されました。半年後の2010年10月より半年間、スペシャルユニット、J-Walk5、6人ではなく5人の状態で活動します。2011年3月に中村浩一さんが脱退しました。同年5月、ボーカルに馬淵秀政さんと、
ドラムスに初の女性メンバーとなる青木桃子さんが加入し、新生 J-WALK が始動します。これによりメンバーはこれまでで最多、他に例を見ない7人編成となり、また平均年齢42歳と若返りました。2016年3月に馬淵秀正さん、浅川雅照さん、青木桃子さんが脱退し、メンバーは田切純一さん、友久光康さん、杉田博史さん、中内助六さんの4人となりました。こうして4人となった J-WALK は、作詞作曲演奏家で構成された小編成の音楽家グループとして現在も活動をしています。顔ぶれは変わりましたが、大人の味わいを持つ歌の世界の魅力は貫かれています。それでは J-WALK の現在がこちら。まずはボーカル中村光一さんの現在の姿がこちらです。渋い雰囲気は変わってませんね。 J-WALK で活動していた2010年3月、路上に止めた車内で職務質問を受け、覚醒剤取締法違反所持の疑いで現行犯逮捕されます。その後自宅からも覚醒剤や大麻、コカインなどが見つかり、2010年5月に覚醒剤取締法違反及び麻薬取締法違反の罪で懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けました。これにより2011年3月10日をもって事務所との専属マネージメント契約を解除され、 J-WALK を脱退します。中村光一さんは交流された時に、もう音楽をやめるしかないと思ったそうです。償いと自戒を込め、判決後は音楽活動をやめる覚悟だったといいます。判決後は専門家のカウンセリングを受けながら、日々家族のために食事を作る主婦生活を送っていました。こうして自ら犯した罪のせいとはいえ、何もかも失って丸2年間音楽を封印する生活を続けていました。2011年3月11日に発生した東日本大震災の際には、宮城県石巻市へ救援物資を持ち、炊き出しボランティアを行い、ボランティア活動にも没頭しましたが、音楽への思いは断ち切れなかったようです。プライベートではデビュー前に結婚していましたが死別しています。その後、名古屋でローカルタレントをしていた矢野清美さんと半同棲をしており、事実婚状態にあります。パートナーである矢野清美さんは地元でテレビ番組のアシスタントやラジオのパーソナリティをしており、名古屋では知らない人がいないぐらいのマルチタレントです。矢野清美さんは中村光一さんのカウンセリングにも一緒に通い、家族としてマネージャーとして中村光一さんを支えていたといいます。そんなある日、パートナーの矢野清美さんからライブに連れ出され、ミュージシャン三宅伸司さんと出会ったことが再始動の大きなきっかけとなりました。2013年2月、三宅伸司さんのサポートのもと、名古屋、東京を皮切りにソロアーティストとしてライブ活動を開始します。三宅伸司さんの全面バックアッププロデュースによる再出発アルバム、かけがえのないものを発表し、初めての作詞にも挑戦しました。さらに12月には日本の偉大な名曲たちをカバーしたアルバム、グレートジャパニーズソングスボリューム1をリリースします。またソロ活動とは別に、三宅伸司さん、高橋ジュニアとも春さん、大島健二さん、渥美玲さん、梅塚ずときさんという最強のメンバーを迎えたタイムレスバンドを結成しました。東名阪ツアーを行い、2015年1月にはアルバムソングバードをリリースします。2016年12月、中村光一さんが上京するきっかけとなった憧れのバンド、レーニーウッドと一緒にステージに立ちました。2017年以降はソロ活動はもちろん、様々なアーティストと共に全国でライブを行います。また2019年に出会った日本のブルースバンド、大阪ルーツとはお互いに一目惚れし、ライブ共演しました。2021年10月に行われたライブでは、ジウォーク時代の曲を歌います。実は J-WALK 時代のレパートリー46曲は、元所属事務所を脱退するにあたり歌唱禁止となっており、解禁されたのはこの年の7月だったそうです。2021年12月のビルボード大阪でのライブは、感動で涙が止まらなかったと多くの絶賛の声が届きました。2021年4月に
東京下北沢で2013年からのギター弾き語りライブの映像を収めた7年間のドキュメントアルバム Hope for Tomorrow をリリースします。2024年1月には J-WALK の一夜限りの復活ライブにも出演し、13年ぶりにメンバーと同じステージに立ちました。10月に公開される映画始まりの日では初主演を務めました。この映画はある事件を起こし、音楽から離れた男が一人の女性との出会いを通じて再生を遂げていく物語です。まるで自らの人生に向き合うかのような役を演じた中村浩一さん。葛藤を乗り越え、自らの過去と向き合うことで新たなきっかけをつかもうと初の演技に挑戦しています。歌は僕の人生と語っていた中村浩一さんの今後に目が離せませんね。続いてはギター友久光康さんの現在がこちらです。現在も J-WALK のリーダーとしてバンドをまとめています。楽曲制作も担当しており、 J-WALK 最大のヒット曲である何も言えなくて夏などの作詞も手掛けました。またバンド活動と並行してソロとしても活動しています。ゲーム音楽方面ではファミコンからスーパーファミコンの時代にかけて北斗の拳、マカマカイデアの日などいくつかの作品の音楽を担当したこともあります。名作なしと言われる北斗の拳シリーズやバグだらけのマカマカなど、友久光康さんが担当したゲーム作品はどれも色物感の強いものばかりでしたが、そこはプロのミュージシャンということだけあり、 BGM に関してはどの作品も一定以上の評価を獲得しています。また東京キッドブラザーズでも活躍しました。続いてはキーボード杉田博さんの現在がこちらです。 J-WALK で活動中の1994年シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューしました。翌年ソロアルバム思い出に手を振ってを発表します。現在 J-WALK のボーカルキーボードとして活動する傍ら、全国56曲をカバーするコミュニティ FM 番組ザ・ビートルズ・ラバーズ・ナンバー5という番組のパーソナリティを務めています。2019年に番組から生まれた自身の楽曲きっといつかはザ・ビートルズ・カバーズを発表し、翌2020年には道は続いてくザ・ビートルズ・カバーズ2を発表しました。2020年3月に音楽制作会社ナンバー5ミュージックを立ち上げ、自身のライブ楽曲制作活動と並行して幅広いユーザーにもパーソナルな音楽を提供する新ビジネスを開始します。2023年2月自身の2枚目のオリジナルソロアルバムウォークオブライフと3枚目のビートルズのカバーアルバムモソザバットルズを同時リリースし、全国ソロライブ活動配信ライブ等も精力的に行っています。続いてはベース中内助六さんの現在がこちらです。1992年7月に家業を継ぐために J-WALK を脱退しますが、また一緒にやりたいと1993年10月に再加入しました。本名は正文で、中国でヤーウェンの名前で歌手活動もしていました。現在も J-WALK のメンバーとして活動しています。続いてはボーカル馬淵秀正さんの現在がこちらです。2016年に J-WALK を脱退後は一時は米国ニューヨークに活動拠点を移しましたが、現在は地元横浜に拠点を構えているようです。実は2011年のバンド加入より数年後、馬淵秀正さんにある病気が判明したのです。病名は声帯閉鎖不全という、ボーカリストとしては大変辛い病を発病いたしてしまいました。声帯が完全に閉じず歌う場合に通常の人の数倍の体力を使い、声がかすれていくなどという、ボーカルとしてライブという長時間の中で歌い続けるにはとても困難な状況になっていました。これが原因で脱退になったのでしょう。完全に治ったどうか調べてもわかりませんでした。少しでも良い方向に向かっていることを願っています。続いてはドラムス田切純一さんの現在がこちらです。現在も J-WALK のメンバーとして活動しています。また J たぎり with くるりマウンテンボーイズでボーカリストとしても活動中です。続いてはボーカル中川健太郎さんの現在がこちらです。2005年に J-WALK を脱退後は2006年にソロとしての作品イブをリリースし、
好調なセールスを記録しました。2007年に事務所を離れます。2008年にギタリスト志摩善さんとアンサンブルロックグループクエルボを結成しました。制作から現場までスピリチュアルな部分での既成概念をぶっ壊せをサブテーマに、2人でしか表現しえない新しい可能性を追求しようと精力的に活動していました。現在もシンガーソングライターとして活動しています。続いてはベース長嶋進さんの現在がこちらです。1987年に J-WALK を脱退後は柳ジョージさんの楽曲の制作に携わっていました。2024年10月12日に杉田さんのライブにスペシャルゲストとして長嶋進さんが呼ばれています。杉田博史さんと長嶋進さんのコラボレーション楽しみですね。続いてはギター近藤恵三さんの現在がこちらです。1987年に J-WALK を脱退後はチャゲ&アスカさんのギタリストとして活躍するようになりました。現在はフリーで活動されているようです。たまに今でも J-WALK のライブに近藤恵三さんも遊びに行っているみたいなので、意が良ければ会えるかもしれませんね。続いてはドラムス青木桃子さんの現在がこちらです。2016年に J-WALK を脱退後はソロで演奏活動をする傍ら、音楽講師、楽曲制作などを行っています。2024年1月に東京日本橋三井ホールにて開催された J-WALK のワンマンライブ J-WALK ワンナイトスタンドライブは、中村浩一さんが1日限定で参加したことで話題を呼びました。チケットは速完でプレミアムチケットとなったそうです。このライブは大反響を生み、新たに大阪、東京、名古屋でライブツアーを開催することになりました。9月15日の東京で行われたライブでは、満員のファンが感動で胸を熱くさせていました。ちなみに私は J-WALK の曲の中で何も言えなくて夏が一番好きでした。思いが溢れて何も言えないという感情がメロディーと歌声から伝わってきて、聴いていると切なくなります。皆様はどの曲が一番好きでしたか？コメントしていただけると嬉しいです。以上、1990年代前半に活躍したバンド J-WALK のその後を紹介させていただきました。これからも懐かしのスターの素晴らしさを伝えるべく動画を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。